こんにちは、ヴィンセントです。今回は構成チャレンジをディオマムでやっていきたいと思います。まずはビッグマムです。ビッグマムにはウルトラマンジードの武器ですね。ボスがデスファリオンだった時にヘイストをもらえるの でダメージ吸収の、ね、スキルが必要になるので複数ターン必要な、ウルトラマンジードを持ってきてます。でチョッパーの採用理由は貴族生の枠欲しかったのと覚醒無効の枠って感じですね。で今回ね変換を持ってきてないのでお邪魔目覚めと毒目覚め耐性は、絶対持ってきた方がいいと思います。でドフラミンゴの武器ですね。でここでもねスパイスガールがめちゃめちゃ活躍しててコストがね20なのでレベルも上がってきますし、今回はこの消せない対策回復とかね消せないされるとかなり積みそうになるので、今回はこの消せない回復をつけることによって解除することができるって感じになってますね。で道中はこのダメージ軽減ループを使っていくっていうところで、で悪魔タイプがついてないプラスバインドがないのでバギーの武器をつけてます。ここねバインドにつけちゃうと最初ら辺バインド超覚醒のなんだろうなレベル100超えないとこのバインドが発揮されないので、できればこの武器でつけた方がいいですね、バインドは。でこのねキラークイーンがねかなり強いので今回は採用しました。コストは35とね若干高めではあるんだけど、このスキルがね非常に強いので属性吸収とダメージ吸収の枠で採用しました。でこの武器はジーングレイの武器ですね。でここにお邪魔目覚めをつけてます。はい。でこのねミニコカトリスがね非常に強くって、今回使って変身なんですけど、変身後でもコスト15と非常にコストは低いのでレベルもボンボン上がってきますし、ステータスもね全然悪くないんですよね。っていうところと十字も結構ね敵厄介なんですけど3つついてるんで解除もできるし、回復ドロップ強化もついているのでチョッパーと合わせてねかなり回復4消しするだけで、回復をしっかりできるって感じになってます。で、基本的には後半の方はもうスキル使わずにこの、ボス戦に備えてダメージ激減を残しておくって感じになってます。でウルトラマンベリアルの武器ですね。あとは水属性の枠っていうところでもね非常に重要な役割です。でフレンドの利用にはアマージュの武器って感じになってます。ではやっていきたいと思います。はい。ではまず1階層です。遅延3食らうのでその辺もねちょっと考えてやる必要性がありますね、編成は。で、最初はスパイスガール使ってでビッグマム変身させてずらしで OK です。でその後にミニコカトリスとキラークイーン使ってからドフラミンゴのヘイストかけてあげます。でディオ変身させてビッグマムのスキル使って倒していくって感じになります。で、キラークイーンの変身時にダメージ吸収無効がね2ターン続くんですけど、2階層でダメージ吸収のスキル必要になってくるので、ここはねしっかり次の階層はこのターンで倒す必要性があるって感じになります。で一応ね4属性ないと火力が出ないので、編成的にここで3属性しかないっていうあんまりないんですけどことが起こってしまうと、罪ではないんですけど、もう一回ねキラークイーンとため直さなきゃいけなくなるので相当時間ロスになっちゃうんで、自分はねそういう風だった場合はやめてました。とにかくねこの編成の肝は、いかにねハートをうまく残して戦うか、ハートをいかに残してというか、こればっかしはね運要素も絡んでしまうので何とも言えないんですけど、なるべくね回復は残せるんだったら残しておいた方がいいですね。先制攻撃がねやっぱ結構食らうので、このね軽減ループやったとはいえ後半の方はねその辺がちょっと厳しい戦いにはなってくるので、当然ね敵のパターンにもよるんですけど、その辺がちょっと運の左右されるところはあるかなって感じですね。それ以外はかなり強いんじゃないかなと思います。でここは、回復を下げられる出たのでミニコカトリスで回復を書き換えます。回復の書き換えでねチョッパー使うのはもったいなさすぎるので、で、回復強化がねチョッパーとミニコカトリスいるおかげで4消ししたらもう相当回復はできるって感じになってます。
とにかく気をつけるのは回復以上って感じですかね。あとはまあスパイスガールが4個消しすると火力がねだいぶ出るので、まあなるべくは光と闇をウェイで消すとより確実に敵がワンパンで倒していけるかなっていうところですかね。でもしこのキラークイーンを使う場合はこの6階層で使ってあげるといいと思います。9階層と10階層で属性吸収とかダメージ吸収を使う連続で使う可能性が高いので、ここで使ってあげてワンパンで進んでいくとちょうど9階層と10階層でそのダメージ吸収と属性吸収のスキルが使える状態になるので、忘れずにこの6階層で打つのがおすすめです。で当然ね、6階層7階層でグダっちゃう可能性もあるので、そうなった場合はキラクイーンのねスキルが溜まり次第すぐにまた打ってあげて溜め直すっていう作業をするといいと思います。でこの無効貫通の敵が出た場合なんですけど、もし五属性プラス回復があればディオのねスキル使って倒していく方がおすすめですね。ディオの無効貫通つけてる状態でもかなり倒せるので、それだけでってやった方が無駄がないというか、ビッグマムのスキルもディオが使えないときはそのビッグマムを使えばいいっていう感じですね。でこの敵出るとそのデバフ食らっちゃってかなり相性悪いんですけど、まあ、この辺はもうスパイスガールの火力で倒していくっていうイメージになりますね。でスムーズに来れたので、ここでね属性吸収、もう片方の敵が出ると光と闇に属性吸収されちゃうので、属性吸収ちゃんと対応しないと絶対に倒せないところにはなるので、しっかりねこの辺はキラクイーンのスキルで倒していく感じですね。はい、この10階層もスキル使って倒す必要があるんですけど、これはちょっとね残念ながらデバフ食らってて火力が出なくてね、ちょっとぐだっちゃってますね。さっきのデバフ食らわせてくるやつマジ最悪です。一番出てほしくないやつですね。なのでまぁ、ちょっとねこの辺だいぶぐだっちゃってます。ぶっちゃけ今回クリアはしてるんですけど、タイム的にはね結構ギリギリぐだってます。ここも最悪です。こいつ出るとほんと嫌です。時間めっちゃ食っちゃうんで、この辺はミニコカトリス の十字で解除していきたいんですけど、十字繋がっちゃってミスったりして、この辺もだいぶ下っちゃってるんで、ちょっとね早送りでお送りしますっていう感じで、結構ね連続してここだいぶ何分かロスしちゃったので、これはねだいぶもったいなかったですね。敵自体はね全然硬くないので、はい、普通に叩けばワンパンで倒せると。で13階層のところで属性吸収がまた必要になってくるので、できれば10階層11階層でまたキラークイーンを使って、で13階層で使える状態にしておくといいですね。とにかくキラークイーンのねこの何ターン後に発動するってやつはなかなか慣れてないのでね、忘れがちなので、そこがちょっと難しいところではありますね。まあでもまあ、かなり強いですね。火力もめちゃくちゃ出るし、でここもねかなり嫌な敵で、今回デバフではないんだけど攻撃力を下げられてしまうという、まあ、この辺もなかなかめんどくさい。で属性吸収の相性も非常に悪いので、はい、でここはね弱化されてるのはビッグマムで書き換えて、属性吸収のスキル、キラークイーンのスキルが使える状態の時に倒していくって感じですね。これねあと一旦待っちゃうとデバフ今度両リーダー触れに来るので、できればその前に倒しきった方が楽というかいいです。なんで今回の敵の相性はまあまあ悪かったですね。もっといい時全然あったんですけど、そういう時に限ってボス戦で失敗したりしたので、
まあ、これはね残り1のタイミングで倒しに行ってもいいし、別に余裕があればもっと前もって倒しに行ってもいいしって感じですね。ただ倒しに行くときはビッグマムとあのディを使って全力で倒しに行った方がいいかなっていう気はします。結構硬いんで敵で、ここは回復したいなと思ったんですけど、回復がねいつまで待っても降りてこなかったのでとりあえず殴りました。これ全然殴らないとあのこの残り1切れたタイミングで多分半分なのかな、ある程度食らわせないととりあえずこの切り替わって一旦待ってくれなくなっちゃうので、もういきなり発狂来てやられちゃうので、そこはちょっと要注意です。できればこんな風になる前に倒しきった方がいいですね。はい、でここはちょっと安牌にビッグマム打ちましたけど、全然打つ必要性は間違いなくなかったです。ちょっとだいぶ置きに行きましたねこれは。でミニコカトリスのこの裏のねベリアルは溜まってるんですけど、これはもう絶対に使っちゃいけないので、ボス戦でねしっかり使っていくっていう感じになります。こういう割合ダメージ結構苦しいパーティーだと、今回ボス戦でね割合ダメージしっかりくるので激減みたいな対策が必要ですね。でここは、非属性の敵かどちらかで、まあ、両方4ターンかな以内に倒しなさいっていう感じになってますね。まあ、ここも余裕があれば倒しに行ってもいいし、余裕がなければ残り1の時に倒しに行けばいいかなっていう感じになってます。でここねキラークイーン使い忘れてるんですけど、キラークイーン使わないとダメです。あ、ここで使ってますね。もうちょっと早く打った方が良かったです。理由は、闇のねあのデスパリオンがボスだった場合はもう初手から殴りに行こうと思うと吸収無効のスキルが必要になるので、まあなるべく早めに打っておいた方が良かったですね。で今回はこの光属性の方だったんですけど、闇属性だった場合で、あのダメージ吸収のスキルが使える状態だったらワンパンでねあのディオとか使って真ん中まで削ってっていうことができるので、闇属性の方が、闇属性とかデスパリオンの方がタイム的には早く倒せるはずですね。で真ん中行ったタイミングでヘイストをかけてもらってまたそれで殴っていくって感じなんですけど、闇に関しては硬くはないので、まあ、時間はそんなかからないかなって感じですね。で光はちょっと硬いので本当にね結構ギリギリでしたね。まあなのでなるべく、ビッグマムとディオを使いながらっていう感じになります。多分これ今喋っててあれだったんですけど、最初ビッグマム使った時に3属性しかなくてちゃんと攻撃できてなかったりとかして、まあ焦るとねそういうちょっとなんか見えるものがちゃんと見えなかったりしてね、ちょっと失敗しがちなので地味にこのコンボ吸収も9コンボ以下とかね、まあまあ高めのところなので、なんでカイドウでやろうかなとも考えてるんですけど、カイドウでやる場合はコンボ加算、まあ、それこそ青の背とかねその辺は必須になってくるのかなっていうのは思いますね。みんな何でクリアするんだろうな。ゾンビッパとかもねなんか話題になってますね。まさかの久しぶりのゾンビッパっていうことで、はい、ここもね10コンボ以下吸収とかでなかなかギリギリの嫌な感じのところで、でここで D を打ってそれなりに削ってでかなりねいいとこまで削れたので、ここでビッグマムでジャッカを書き換えてで全力で攻撃して最後おしまいって感じですね。なるべくこんな感じで全力で攻撃する場合はスパイスガールを入れてるんであればやっぱりウェイは絡ましてあげるといいと思いますね。はい、しっかりね両方完走してますからねスパイスガールはって感じでね、残り1分ぐらいでしたけど、まあなんとかクリアすることができました。はい、ではご視聴ありがとうございました。